どうも皆さんこんにちは、きよきよです。はい、今回はこちらのリプレイアポさんでございます。アポさんのツイッターリンク一応貼って、この画面にですねどんな、文字列なのか一応貼っときますけれども、アポさんですよ、この村ですよ本当に。早速見ていくことにしましょう。いやこれがね反ロジドネ連合に、ありましたよこのリプレイが。いや本当にすごいですね。まずアチャヒで、皆さんね、私の動画でも結構そのアチャヒ出てると思うので、皆さんやり方、どういうものなのかというのは皆さん分かっているとは思うんですよ。しかしですね、今回このように、村の相手の村のですね配置がですね、その対空砲がね、アーチャークイーンによって破壊される距離感にあるので、アポさん今回はアーチャーヒーということです。このレイジはですね位置はミスっているのではなくて、ヒーラーにしっかりとかけるレイジでございます。ヒーラーにレイジをかけることによってもう、回復量そのものが上がりますので、秒間ダメージに、耐えることができるというメリットがあります。そうですね。はい、そして上をですねバーバリアンキングで、これサイドカットって言うんですよね、おそらくねこれは、バーバリアンキングでサイドカットできてしまうんですよ、レベル40とかになってしまうとですね。はいそうなんですね。そしてもう右のブロックがほぼないですよね。さあここで、対空砲がもう2本破壊できているということでラババルですよ。そしてヘイストとそのレイジを使い分けるっていうことなんですけれども、ヘイストの場合はそのね、ヘイストやっぱりその範囲が狭いので、こうどこでレイジを使うのか、やっぱりレイジは攻撃力も上がりますので、やはり中心部に打っていきたいですよね。さらにその多くね、バルーンを移動させたいという時にやはりレイジを使うのがいいのかなと思います。そしてもうねこの時点で相手の防衛施設がいないと。そしてこのパピーの残り方、ですね、私もそのハイブリッドとかやっていくとですね、パピーの残ってる量がうまさなんですよ。はい、続いてはまたしてもアポさんです。もうアポさんは何者なのでしょうか。見ていくことにしましょう。まずは、ここでジャイアントなんですよ。まさかのジャイヒ。タウンホール7の皆さん、ジャイアント強いですよ。タウンホール10になっても使えますということでございます。ここはジャイアントに、ヒーラーを当ててですね、そのアーチャークイーンに当てる必要がないんですよね。そしてこのタイミングでジャイアントがですねバネトラップに引っかかるんですよ。さあそしてですね、アーチャークイーンで、ここで下の大砲とアーチャータワーがターゲットを取った瞬間にウォールブレイカーを出すんですね。そして、バーバリアンキングを投入して下のサイドカットを試みようということでございます。そしてここでですねヒーラーのターゲットがアーチャークイーンに移るんですね。これは、その許容範囲というか、そのもう計算されているとは思うんですけれども、ウォールブレイカーのタイミング今非常に素晴らしかったかなと思います。そして1つ対空砲破壊、そしてアーチャークイーンも敵のアーチャークイーンもですねここで、殺すことができました。ここで下からですねウィザードでまたサイドカットしていきます。ここでのレイジも、先ほども述べたようにですね、ヒーラーの恩恵を受けるというためのレイジでございます。もう一つ一つが非常に丁寧ですね。さあここまで非常に丁寧です。ここで、ラバハウンドとかを回していくんですけれども、敵の今援軍が出てますね。ちょっとインフェルノ、そうですね。さあここで、ラバーハウンドを出していきました。ラバーハウンドをですね遠目に出す理由としては、やはり対空爆弾とかを回収しますね。そのバルーンが通る道の対空爆弾ですね。もうとんでもないところのその対空爆弾、別に回収する必要は特にはないんですよ。しかしパピーとかもね巻き込まれてしまうので、やはりその遠くから出してしっかりと回収することは重要ですね。そしてここでもですねヘイストとレイジの使い分けですよ。やはり中心部はですねたくさんのところに行きたいですし、たくさんのバルーンが集まります。なので、しっかりとこう広めにね移動を上げつつ、さらにインフェルノタワーや、巨大クロスボウなどの、非常にね重量級のものが多いので、そこをしっかりと攻撃力を上げて、破壊するということが重要となってきますね。はい、ということで今回なんとアポさんのリプレイ2個も見ることができました。ということでご視聴ありがとうございました。